道は定められた。我らはローラン様の決意を支持し、ハイサンドに下ってノゼリアの統一を目指す。主にして友であるロラン、将来を誓い合った言い名付けフレデリク、そして最も信頼を置く家臣ベネディクト、彼ら三人の意見は大きく割れた。だが天秤の傾きにウォルホート家は従う習わし、選べる道はただ一つ。ノゼリアの歴史を変える秘密はその手の中に。領主として統治者として覚悟を決め進むべき時がついに訪れる。道は決まった。我々はハイサンドに従い、エスフロストを打倒する。そんな、待ってください。それはハイサンドの支配を認め、全てを差し出す道です。承知の上だ。頼む、こらえてくれ。フレデリカ、これがノゼリアに平穏と平等をもたらす道なのです。偽りの道です。ハイサンドがもたらす平穏と平等はローゼル族の犠牲の上に成り立っている。真の平等を願うのなら、まさに今虐げられているローゼルたちを救うべきでしょう。天秤にかけて決めたことです。残念だが、それはできない。どうして？ボルホート家なら東方たちを救えるかもしれないのに。すまない、あなたの苦しみはよくわかる。しかし我が家の一員である以上は、天秤の決定に従ってください。セレノア、あなたはどこまでもまっすぐで正しい人ですね。いつの間にか私はそんなあなたに惹かれていた。フレデリカ。だけど今はその正しさが憎い。正義は時に容赦なく弱き者を押しつぶすから。だから私は弱き者たち、ローゼル族に代わってこの決定に異を唱える。セレノア、あなたに決闘を申し込みます。決闘？何を言っているの？落ち着いてフレデリカ。私は本気です。みんな下がってください。セレノア、あなたが勝てば言う通りにしましょう。ですが、もし私が勝った時、私はボルホート家を去り、ローゼル族を救いに行きます。フレデリカ、あなたはそこまで。わがままだと分かっています。できるならずっとあなたと一緒にいたかった。でもそれでも私は
同胞たちを見捨てるこの道だけは進めない。さあ剣を抜きなさい、セレノア・ウォルホート。セレノア、私はあなたと歩んだ戦いの日々を悔やんではいません。むしろウォルホート家の一人として一緒に歩めたことを誇りに思っています。私もだ。あなたと過ごした日々はかけがえのないものだった。でもあなたは私ではなくロラン様との友情を選んだのですね。そうではない。私は彼の民を思う信念に賛同したのです。今ロランは皆が平等に暮らせる世界を目指そうとしている。王位を捨て国を捧げてまでもその志を遂げようとしているのです。だからローゼル族は犠牲になったままでいいと。彼らもノゼリアに生きる民なのに。分かってください、フレデリカ。私はまずウォルホートの領民を守らねばならない。全てのものを一度に守ることは不可能。今は戦を終わらせより多くのものが救われる道を選ぶしかありません。ハイサンドの統治を受け入れれば塩や富が平等に広まる。大勢の民が安心して暮らせる世が来るのです。ウォルホートの民は幸せですね。一番に考えてくれるあなたのような領主がいる。ですが導いてくれる人も守ってくれる者もいないローゼル族はどうすればいいのですか。彼らの扱いもいずれ私が正します。今はより多くの人々のために。ローゼル族が犠牲になるのは仕方ない。あなたも目をそらすのですね。これまで誰もがそうしてきたように。一度目をそらせば再びローゼル族の苦しみに向き合うことはない。それは歴史が証明しています。だから今私たちが救わなければ。セレノア、本当はあなたも分かっているはずです。もうやめてくれフレデリカ、私は君を失いたくない。あなたこそ考え直してください。覚えていますか、以前あなたは私もウォルホート家の一員だと言ってくれた。私の帰るべき場所はここにある。嬉しかった。よるべのない私にも居場所ができたんだ。あなたが進む道をどこまでもついていこう、そう心に誓っていました。でも儚い夢だった。もうあなたと同じ未来を見ることができない。決着をつけましょう。この魔法に私の思いを全て込めます。わかりました。ならば全力を持って受け止めましょう。
あなたという人は本当に正面から受け止めるなんて。セレノはあなたの勝ちです。モルフォート家の決定に従います。天秤の決定に逆らった以上、どんな罰も。いいえ、罰など必要ない。これ以上心を殺して無理をすることも。え？フレデリカ、あなたのローゼルを思う気持ちは痛いほど伝わってきました。その強く優しい心を歪めたくないのです。私はそんなあなたに惹かれていたのだから。セレノ、あなたはあなたのままでいてほしい。己の心を曲げることなく、ずっとまっすぐなままで。だから言ってくれ。こうして私が背を向けているうちに。ありがとう。あなたと過ごした日々、そして今の言葉は生涯忘れません。さようなら、私の愛する人。フレデリカ、待って。私も一緒に行きます。いいえ、ジーラ、あなたは残って。ボルフォート家はこれから厳しい戦いに挑みます。どうかセレノアたちを助けてあげてください。それがあなたの願いなのね。最後まで買っておいてごめんなさい。今までありがとう。私は自分の使命を果たします。ローゼル族を救うために戦うつもりなのね。でもたった一人でどうやって。ローゼル族の伝承、本当の歴史をノゼリアの民に伝えるつもりです。もちろん簡単に信じてもらえるとは思いません。でも粘り強く続ければ真実に気づき、ローゼル族を救おうとする人がきっと出てくる。その数が増えれば女神教の教えも揺らぎ、ローゼル族解放の道が開けるでしょう。確かに可能性はある。でも辛く危険な道よ。分かっています。でも母も歩いた道です。母様が行けなかった先まで、私は必ずたどり着いてみせます。もう私があなたに教えることはないよね。でも一つだけ約束をして。死んではダメよ、フレデリカ。どんなことがあっても強く生きて。はい、約束です、ジーラ。フレデリカは
ローゼル族解放の決意を胸にセレノアの元を去った。一方ロランは岩塩交渉の存在をハイサンドに明かし、ノゼリア新鉱山をグリンブルク王国ごと女神に献上すると申し出る。実質上の併合を意味する願い出を教皇は承諾。正式な宣誓を行うためロランとセレブ